農家の生活への不安は高まっています。令和5年3枚の仮渡し金の価格、特に2等3等の引き上げ措置を講じていただきますようお願い申し上げます。十日町市の農家が所属する2つの協議会は今日地元の JA に対して要望書を提出しました。猛暑や水不足の影響で品質の低下や収量の減少が起きているとして、仮渡し金の引き上げなどの支援を求めています。要望を受けた JA 十日町経営管理委員会の唐沢和久会長は、可能な限り皆さんの手取りが増えるように配慮したいと話しました。